偉そうだ、腕組んだ。よろしくお願いします。エレベーター2、4つだね、全部で、ね、低層階と低層階と高層階用の4つ。真面目に配信やっててよかった。よかったマジで。カーテンいるいる、絶対いるよ。エアコンが効かないんだって、これだけだ。なんで大阪、なんで大阪って聞かれるけどさ、なんでだろうね、なんでだろうね。なんでだろう、大阪の方がやっぱ、うん、絡む人が多いというか、リスナーさんもやっぱ気さくで面白い人が多いから、お笑いの街だから。あとは篠田山、うん、これ決定だっすね、篠田山車で行けるっていう、そこにつきますね、やっぱりでかいっすね。ね、ベンセないない。部屋何個、2個、2個になるのかな、うん。ケイさんに聞かれちゃう、篠田山、そうだ、やばい、聞かれちゃう。ちょっとお茶持ってきていい、家の中でさ、ぐるぐる歩くとさ、たまにくるくるするね。それどうにかしないといけないね。電波がちょっと不安定な時あるね。ずっとさ、見てて飽きないわこれ。ずっと見ててられるわこれ。人が動いたり、車が走ったりして、人間ウォッチングできる。夜景もね、どうなんだろうね、夜景は。夜景はでも一人で見たら寂しくなりそうだな。人に会いたくなりそう。ポツンと一人でさ、夜景を見てたら。双眼鏡買うか。あ、面白そうかもね、双眼鏡。うん、飽きるかな、すぐ飽きるでとか言って。あ、これはタワマンのあれかな、経験者の方かな。俺も住んだことあるけど飽きるで、うん、タワマンかっけーとか言ってる人はやっぱ憧れを持ってる人なのかな。やっぱ何かに憧れを持つってことは大事ですからね、やっぱりモチベーションにつながりますからね。よく飽きると聞く、うん、綺麗だねやっぱり。あれ、あの観覧車ドン・キホーテかな、あの道頓堀の、わかるかな、見える、あの黄色の観覧車、わかる、これ、これナンバーの道頓堀のドン・キの観覧車じゃないこれ、ねえ。あ、まあまあ距離あるな、歩きだときついな、ちょっと道頓堀まで距離あるで、まあまあ。うん、阿部のはるかさんが見えるか、どこにあんの、阿部春なんかどこにあんの、見えなくね、見える、どこにいんの阿部春、見えないでしょ。はい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 、はい、すいません、はい。一番高いやつ見える、どこ、方角的にはどこ、
ベランダつけたらやばいよ。怖えよ。はいはい。右後ろ。右どこどこどこにあんの。カーテンいるって。どこにあんの。アベノハルカス。それらしき建物がない。あれ違うよな。これっす。方角的には右だけど。あー見えないな。見えない。あれはドンキですね。ドンキ。今どさくさまげでピンポンして入れちゃう。入れちゃいます。わかんないです。業者さんいっぱいいて。ただバンじゃない。バンだけど無期限じゃない。捏造ですね。あれってナンバーヒップスちゃうの。あれこれナンバーヒップスだよね。まあまあ距離あるな。うん距離が。侵入できるよ今だったら。あリリーさん何時来るか分かんない。牛は今んとこいないですね。もうすぐ右。アベノハルカス右。見えなくね。トンボも来んのこんな高さまで。いや花火大会無理じゃない。淀川どっちだっけ。淀川見えんの。見えなくない。逆なんじゃない。大阪城は見えないんじゃない。さすがに。さすがに見えないでしょ。方角的に違うんじゃない。ちょっと向きが分かんないけど。裏でしょ。じゃあ見えないわ。後ろだって。じゃあ後ろの人はあれだね。ラッキーだね。家から見える。こっち東大阪とか奈良でしょ。こっち多分山が見えるから。裏じゃない。京セラドームは見えないか。どうだ。見えないかも。あもうすぐそこ雨村だね。雨村この辺雨村だ。一個前までしょあれ。梅田が反対側東向きですね。東向き通天閣は見えないんじゃない。ニトリ見えた。どこにあったニトリ。あ、ニトリあった。ニトリあったあったあった。看板見えた。あのニトリってさ、もしかして前ウイタンがあの俺の卒アル持ってきてくれたニトリ。アメ村のこのニトリってもしかしてそう。あのニトリって違う。あれだよね確か。そうだよね。あ、こんな近いのニトリ。なんかあったら揃えるな。あ、歩いていけるやんニトリ。めっちゃいいやん。ねえ、はいはいはい、はい、近いわニトリ。いや、駅はどこなんだろうね。一番近い駅って分かんねえ、うん、はいはい。四つ橋が一番近い。四つ橋すごいね。
ちゃ金かかったもんだって。予算オーバーしてるよ、だいぶ。まあ合宿できますね、ここで。まあタグ来たらね、合宿場になります。駅3分で行けんの、夜ね、どうなんだろうね。綺麗なのかな。そうなんだ、段ボールの片付けマジだるいわ、ほんまにだるい。家賃がね、一応80万ですね。高い、うん、80万ですね。めちゃくちゃ高い。払えるかな。すぐ騙される。だからそういうやつは太郎が無期限とかね、ツイートしたら騙されるんだよ。ちょっと疑う心を持ちなさい。すぐ信じる。そうやってもう詐欺師に騙されるで。なわけないやん。おかしいだろと思うだろ。多分無期限とか言ってるやつ一緒だろ。無期限なわけねえだろ。捏造だよ。気づけ。22ぐらいかな。駐車場入れたら22、23かな。まあでも経費になるからね。これだけ稼ぎがあるとこれぐらいの家賃の方が節税になるかなと思って思い切って借りました。決断しました。リリーさんに背中押されて、あっつって、せいちゃんここ借りちゃいなっつって、あっ背中押されて、家賃はケチったらあかんなと思って、やっぱり経費になるから安いよね、多分ね。20万ぐらいだったら多分払えると思う、うん、配信を頑張ればね、皆さんに愛されれば、うん、まあ、その代わりはプレッシャーもなるよな、ね、モチベーションも上がるけどプレッシャーにもなる。家賃払わなかったらどうしよう、オワコンになったらどうしよう。オワコンになったら、あの3万円の家賃、3万円のアパートに引っ越します。いるな。ルーター直った。ルーターいるな、これ買ってこないとな。窓際の方がいいな。ちょいちょい止まる。全部パナソニック。エアコンだけ田崎大金。今あのね、エアコンつけてもらってるのと冷蔵庫設置してもらってる。
洗濯機は終わってる。窓はね、ここ開かない。開かないです。開いたらやばいっしょ、多分。怒っちゃう。台風、台風が楽しみ。どうなんの台風、どうなんだろう。ネット回線わかんない。夜景ね、どうなんだろう。夜景映えるのかね。テレビ 40インチぐらい。地震来たら揺れるだろうな。高層階揺れるっしょ、揺れるっしょ、絶対揺れる。いや、はい、もう終わりました。はい、ありがとうございます。冷蔵庫はあんな感じで、はい、まあ、後ろで右の方で。ああ、ありがとうございます。右の開きの分だけね、はい、ここちょっとだけ取ってます。ああ、ありがとうございます。でこれだけ、ここちょっと、はい、不細工ですけど、つけてきます。ここで当たります。当たっちゃうから、はい、はい、じゃあこれで、ね、あの下の LL マットですけれども、はい、こう縦使いしてます。縦使い、横にするとこの辺はみ出てきて、はい、次ここの時にこんなのあるんで、はい、まあ、わざとちょっとこっち側出して、はい、ありがとうございます。させてもらってます。冷えるのは4時間ぐらい。4時間、はい、はい、4時間もっとかかるか、もっとかかる。あんま開け閉めしない方がいいですか。しない方がいいです。しない方がいい。とりあえずこのままほっといた方がいいです。ただ中テープとかついてます。僕ら敵対から衛星に伝わりませんので、はい、適当にお願いします。それと洗濯機はもうここで置いてもらって、で試運転もさせてもらって、あ、はい、給水、排水、水漏れのもチェックできてますので、はい、まあ、電源スタートボタンと、はい、で洗剤の入り口、洗剤、はい、はい、でここが乾燥フィルターですね、はい、乾燥を使った後のフィルターのお掃除、はい、でこちらが糸くずフィルターになりますので、あ、はい、ですね、はい、この絵にも書いてますように、中残ってる水ちょっと漏れますんで、下なんか受けてからやってください、ね、あ、わかりました。ここ月1回ぐらいです、はい、でここは乾燥を使うタビです、はい、で洗剤は自動投入とその都度投入の2番、どちらでも使ってくださいね、はい、ということになっています。で説明書もあります。はい、ありがとうございます。給水、排水、水漏れないんで、はい、OK です。ありがとうございます。じゃあサインだけお願いします、はい。ギャンブルで、ね、使って溶かすより、こうやって家財道具に使った方が、あの、いいと思います、冷蔵庫は背面、隙間けないでます。あ、はい、ありがとうございます。シーリングライト頼めない。どうしよう。どうしよう。頼みたいけど。勇気が出ない。勇気がつけたい、つけてもらいたい。頼めない。ここにつけたいの。 CD ぐらいと脚立がないからさ、買ったんだけどさ、ここに脚立つけてもらいたい。つけてもらいたい。ダメか。脚立使いたい。借りたいかな。どうしよう。
忙しそうじゃん。ちょっと今忙しそうだから頼みづらいみたいな。これもいけんじゃない？これ、これ、ワンちゃん、多分。これ使う。これで自分で。ワンちゃん、危ない。危ない。やめた方がいい。滑る。回る。ホースはまだついてないか、まだ使えないか。ベランダはあるんだけど出れないよな。窓が2つしかないしな。こことここしかないからな。ベランダな、めっちゃ暑いな。ライト箱から出すのはやっとけないよ。カッターがない、カッターがないです。カッターがない。床下暖房ついてんのこれ。嘘でしょ。床暖ついてんの絶対嘘。そうなん。本当？ついてないよね。ついてない。いや2個、2個。3階にゴルフ？どういうこと？3階にゴルフ場があるの？ついてるってケースある？ジムついてるの絶対嘘。それは嘘だ。ジムあんの？マンションの中に。契約書に書いたらあるはず。リリーさん言ってた？床暖房？マジ？配信したら暖房片付けられない。屋上のヘリポートは嘘だわ、さすがに。絶対嘘。ミストサウナをなんかサウナのミストってボタンあったかもしれない。バーマーの絶対嘘なのよ。ここですよ。118にそれうちの家だよ。勘違いしてる人。ヘリポートはリリーさんの家でしょ多分。マジでデストルーなんかあるの？一回見てもらっていいですか？はい、いいですよ。もしつけるとしたらこの位置ぐらいやと思うんですけど、はい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 、メジャーの先が一応エアコンの左端なんですけど、はいはいはい、どんなもんでしょうか？はい、いいですね。
こんな感じでいいですか、はい、コースだけちょっと歪な感じになると思います、はい、しょうがないです構造上ね、はい、ちょっとまっすぐってわけにもいかんので、ええ、これでかからせてもらっていいですか、はい、こっちじゃなくていいですよね、こっちでね、こっちでね、こっちはおかしい、おかしい、こっちの方がバーって消えるから、あ、部屋の構造上ね、構造上ね、うん、できへんことはできない、いや、どっちでもいけます、いける、うん、そっちにしようかな、エアコンの右端がこの先で、うん、そしたらホースがちょっとマシじゃない、一緒、まあ、どっちにしても向き的なそっちがいいな、どっちの方がいいですか、うん、別に全然いけるのはいけます、いいこの右端この先ぐらいでいいですか、うんうんうん、それで、はい、かからせてもらいますね、はい、この手の室外機も置いた感じでよかったですか、あ、いいですね、いい感じです、リビングのがそっちの真ん中ぐらい、ええ、ここに来るんですよ ね、 すね、はい、全然いいですね、これでかかりますね、お願いします、コンシェルジュいいの、マジでないと、すいません、あの別料金でいいんですけど、うん、あのシーリングライト2個買ったんですよ、はい、それって取り付けてできますかね、あ、1000円かかりますけど、はい、お願いします、もう付けてきます、はい、1個1000円、そうですね、あ、2つですか、ね、2つ、じゃあ2000円で、はい、あ、さっき言ってた部品で5500円のちょっと追加金になりますけど、はい、はいはい、1万円しかなくてお釣りとかあります、あ、多分大丈夫だと思います、あとこのダウンライトのね、電球も買ってきたんですよ、パルック、うん、それもあの6個買ってきたんですよ、はい、それもつけてもらうことができます、それも1個1500円、500円ぐらいだったと思う、500円、頭の交換、頭の交換、うん、じゃあお願いしてもいいですか、いいですか、もうちょっと安かったかもしれない、床暖房、一応やったら日本やったら作らせてもらいます、ヘリポーター、マジで、ちょ、来た時ババ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 ってうるさいじゃない、ヘリコプターが来たら、あ、ヘリコプター来たってなんじゃない、フィットネスルームあるから肩来たら、マジで、そうなの、フィットネスルームあるの、へえー、ヘリもあるの、ヘリは買わないとダメですよ、どこでもある、めっちゃ詳しいね、お料理ね、ありがたいですね、調べてくれた、次役はないですね、電球交換は550円、あ、550円、じゃあお願いしたいです、6個、はい、いないですよ、次は。だからもうみんな見せたよ、ルームツアーしたやん、何するの、
監視枠だよね。定点で片付けだよ、片付け。その俺の片付けとか見てどうするの。いいの？コメント拾えないよ。あー、綺麗なとこ引っ越しぶれたと作らすこいピーチャーです。ありがとうねー。足がここにでもライカーツしてます。夜景ね夕方もいいんじゃない。夕方もめちゃくちゃ綺麗なんじゃない。夕方3回楽しめるんじゃない。あ、そうだね。ファンタで次はかな。ファンタでファンタなかったらもう終わりだね。ちょっと休む。ファンタスティックね。ベッドね、ヨーカファンタスティックで次はやります。あと2分しかないから多分ないよ。逆なし。あー、ここちゃんどん作らすこい。ミラクルボックスです。だから寝るとこないからもう今日は ここだね。ここだね。ここ寝るじゃん。寝カフェと一緒だ。寝カフェの状態で布団なんか買いたくない。邪魔だもん。アパルがやってる今。あー、ここチャレンス風船が。ここで寝るしかない。今日寝るの？うち来ていいよ。いいの？お風呂入れないわ。ダメだ。お風呂入れないわ。今日ガス通ってないわ。暑い。パルちゃん遊び来ていいからね。パルちゃん遊び来てね。終わります。またね。ありがとう。おつかば。終わります。ファンタないんで終わります。おつかば。